なんかもうね、処理能力が高すぎる、あまりにも。立ち回り強すぎ、さすがに。えぐいわ。コンボも高すぎだし、普通に。もはやバナンじゃないしね。シークがバナンになりして終わったよ。シークコンボ慣れるわね、簡単っすよ、全然。あれ42よ、ちょっと触っただけで。復帰阻止が強い。めくる男ね。今のシークで勝てないのはマジで本当に人弱いだけだからな。キャラはもう十分大会で優勝するぐらいのパワーはある。なんかさ、そのさ、俺キャラの話をしてるときにさ、あ、なんか誰々が上手すぎるだけとか言われること、言ってることあるけどさ、そういうのないんだよな。その誰かが使ってその力を引き出せるのであれば、それはもうキャラの力だからさ。コンボって持ってて一つの生態がもうあるからさ。な、都度変えなきゃいけなかったりとかするけど。まあそこら辺はね、トレモとか、実戦で何度も練習すれば大丈夫なはずだから。だからまあ別にシークとかもコンボむずいって言うけど、まあ別に練習すればいいだけなんていう話だな。練習すればいいだけなんですよ。うん、だって練習してさ、ちょっと練習して俺の立ち回りができるかって言ったらできないじゃん。でもコンボって練習したらできるからさ、まあ、簡単よね。ちょっと今当たったクラウドです、ありがとうございました。やっぱね、本日で一発目のスマブラでシークはね、ちょっとなかなか動きが硬くなるね。まあいいんですけど。なん、どんだけ寄ってくるんだよな。失礼しました。何がいる？ジャンプしていく。シークは火力高いっすよ。
漏れる漏れる、あれあの技マジ漏れるからな。あれ、え、飛びすぎ。あれ、素晴らしい。ジョーカーとかシークとかたくさん卓があるキャラって、たくさん卓があるっていう強みもあるんだけど、逆に、まあ、そのたくさんの卓から正解を導き出さなきゃいけないのが難しいんだけど、まあ、重量級はね卓が少ないから、まあ、その卓をね毎度毎度迷いづらいから簡単だよね。ね、こんにちは。ナイス、漏れ。ここです。素晴らしい。お疲れ様です。明日は家から見守ってます。ありがとうございます。頑張りますよ。いや痛いよ。いや死ぬ。お地蔵。オフ大会は超久しぶりよ。まあ、SKJ さんのあれが大会と捉えるのであれば久しぶりじゃないんだけど、まあ、あれは大会っていう感じじゃなかったから。早っ。いや、シークは大きく、まあ、大きく有利つくキャラはいるよ、シークは。大きく振りつくキャラはいない。普通にシークガノンとか、オフラインでやったら、ガン有利だよ。負ける理由ないでしょ。まあ、こっちにも、オンラインだけどさ、これは。オフラインでこのカードやったら、マジで負ける理由ない。ガン処理。いいぞ。じゃあな。キュッ。シーク強いよ。本当に。最近はマジで強いなと思ってる。対戦しててもさ、自分で使ってもマジで強いんだもん。弱い理由が見つからん。
さよなら。